法相法相は、7世紀中央のインド仏教最大の知識論の学問像を。有意識派に分類される。デカン地方の出身とされるが、生没年は不詳である。活動期は、インドに留学した現状と議場との中間にあたる。主要な著作は、認識論、論理学に関わるもので、法相の七論と称せられている。知識論表尺、知識論決託、整理一滴。 商院一滴、論議の理論、関係の考察、他人の存在の論証、ポー,ショーは、人奈の知識論を継承し、さらにそれを発展させ、より確実な理論に高めた。法省以降の仏教及び、インド哲学諸派の認識論と論理学に、重大な影響を与えた。例えば、知覚と推理の区別を厳密に規定し、推論式の商院の備えるべき三条件の理論を、厳密化し、 論理的に必然的な関係を同一性と因果性の二種に限定し、否定的推理の理論を完成し、神奈の有名論的概念論をより発展させ、主事と貧事との変密る関係の相違に基づいて、皇帝命題を三種に分かつなど、画期的な業績を挙げた。ありがとうございます。